シャーリー・マクレーンと共に踊るトロカデロ・デ・モンテカルロバレエ団のダンサーたちトロカデロ・デ・モンテカルロバレエ団は男性だけで構成される米国のコメディバレエ団ニューヨーク市に本拠を置き世界各国を巡演している愛称はトロックス1973年米国の喜劇劇団員であったエルリーによって創設されたトロカデロ・グロキシニアバレエ団を前身とする 当初から男性のみでスタートした、このバレエ団は女性並みにポアントで踊るなどして、ニューヨーク市内で人気を博した。翌1974年、A バッサイラ数名がトロカデロングロキシニアから脱退し、新たに結成したのが現在のトロカデロデモンテカルロバレエ団である。オフオフブロードウェイのロフトで旗揚げし、ジーバラン新作品のパロディなどを上演した。バッサによると男性が バレリーナ役を踊りたいという願望は今に始まったことではなく、かつてブイニジンスキーも自らが火の鳥を踊ることを欲していた。その上でバレリーナになりきるのではなく、あくまでもバレリーナを模倣することが目的であるとしている。白鳥の湖ほか伝統的なクラシックバレエをパロディ化した娯楽性の高い公演は評判となり、米国内でその芸術と大衆性を認められるように、 なった。1975年から1976年にかけて、米国とカナダで初の巡演を行ったほか、以後イタリア、オランダ、ウィーン、パリ、日本など海外にも進出した。2008年には、英国王室が主催する、英国ロイヤルバラエティショーに出演。レバレース・トローコ・デイロで、モンティ・カルロ・アーカイブと2012年7月1日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン。 glbtq.com パートナーズチェンジアロングウィズアティトゥーズニューヨークタイムズ4フェブラリー1990 AB コーパー、タイムレイチマール1976ありがとうございます